あとインチキだよ。うん。インチキさんも来るぞ。インチキだよ。インチキだよ。が来るっていう話だね。で、あと女性は、赤ずちゃん。デブピラフ、ブタピラフ、シキ、ココア様、ヤド、タマちゃんは来なかった。タマちゃんは来れない。で、あと、フジコ。フジコ。ネコマ。カイホウ。ビワ。ユイ。で、これで、確定。これ30人。これ30人。ヤドンは、連絡ないから参加でしょ。ヤドン既読になってた。多分参加、ヤドン参加。忘年会、ヤドン参加です。じゃあこれ30人、これ30人確定なんで、ビアってなんだ、俺も知らないね。なんか参加したいって言うからいいですよって。ビアって知らない、ビア来るなんて知らん、知ってんの、ビアって。俺知らないんだから。なんかビアって人が参加したいって言うから、その忘年会参加したいから、あ、全然いいですよって、ビアって人。エルマルさんは答えた。いや、まあ、ビアさんいてもいいんじゃない？うん。そんなわかんない。別に参加したいならいいよ。配信者だったら、ビアさん。わかんない。俺、ビアさんとは知らないけどね。誰かして、別に。誰でもいいね、来てくれんだったら。楽しくやるじゃん。一人でも来た方が面白いじゃん。忘年会はね。仮想いいよ、仮想配信で。だってここに言われたらビワとかも仮想配信だよ。ユイとか。ユイ、ビワ、カイホウ、ネコマ、フジコ、ね、ココア、ね、エビピラフだ。仮想配信じゃん。こんな、新ヤッチョとかさ、タイガー・クラウチとかさ、サダとか、みんな過疎じゃん。で、俺は別に過疎でも楽しく忘年会やりたい。楽しく、俺は楽しくやりたいから、忘年会は。女しょぼいみたいな、女しょぼいとか関係ない。楽しくできればいいから。楽しく、しょぼいとか。楽しくできればいいから。ドレさんは、ほな、来ないって。ドレさんは、なんか、殴られたんだよ。なんか、誰かに。暴力振るわれて。立花さん、来るわけないじゃん。立花さん、来んの？来ない、立花さん、来るわけないじゃん。来るわけないじゃん、立花さん。ワクワクさんは来ないですね。ビッグダディがや、ビッグダディなんだって、配信者じゃないじゃん。ビッグダディとか。いや、立花さんなんて来たら、ね、このね、例えば、ね、赤ずちゃんとかエビビラとか、チューしちゃうからね、立花さんは。ノンバインとチューして、え？暴露されてたじゃん。あいつは。ゴミが。立花隆史お前。ああ、ふざけんなよ、てめえ。火曜マリノっていう彼女がいながら、ノンバインとキスしたんだ、あいつはよ！許せなくない？ねえ、彼女が火曜マリノっていうね、彼女がいながら、ノンバインとキスしたんだよ。許せねえよ、あいつ。で、それでじゃあね、立花ここで呼んだら、この女ね、じゃあ、カイホウとか、ね、ビアとかユイとかに、キスするかもしんないんだよ。
そんな危険物質を呼べるわけねえだろ、立花みたいな。立花みたいによ、彼女がいるのによ、誰とでもキスする奴を呼べるわけねえだろ。考えるよ、そこは。彼女がいるのにキスするんだぞ。かようマリノみたいな、いい女か彼女なのに、ね、ノンバインみたいな、あんな可愛くねえさ、ブサイクとキスしちゃうんだぞ。立花は。ふざけやがって。ね、呼べるわけねえだろ、この忘年会によ。呼べるわけねえだろ。女は嫌だ、立花隆みたいなゴミとよ。